はい、204名のファミリーの皆さん、こんにちは。なんか違うですね。皆さん、こんばんは。ハビットスターを目指す男、アレクサです。204名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。今日は改めてこう204名のファミリーの方に、最近こう見ていただいた方もいらっしゃると思うので、改めてこう感謝の気持ちを伝えたいなと思ってます。ことをですね、遡れば、僕が YouTube を始めたのって去年の11月、アメリカにいた時だったんですよ。なんで髪の毛もこう長くて、こうもう借金あるくせに調子乗んなよって今見るとですね、すごい思うんですけど、その時ってやっぱこういろんなキャラがブレていて、こうなんかこう編集もブワーってやったりとか、なんかこうなんか上半身脱いで、なんかホワイトボードにこれからの生きる術はこんなんだ、ドラーみたいな、なんかすごい上から目線だったなっていうのを、ふとこう見た時にですね、こう振り返ってみて、いろいろ変わったなと、思ってます。本当にアメリカに行って、ドバイに行って、日本に帰ってきて、借金を返すためにホームレスをして、で借金終わってもなんか納得いかない自分をまた丸坊主にして、ホームレスをやめて家にこうやって今、ゲストハウスに住んで、ようやくこうお金の部分ですね、こう、ずっと2年間 未払いしてた2年間分の保険料、健康保険料も払ったし、逃げていた親知らずも、全部抜きました。そして今はですね、このめちゃくちゃ大きい虫歯、にも、向き合っていて、本当にもうこれさえ終われれば本当に防御力が高まって、もう世界どこでもフットワーク軽く、挑戦に、使えるんじゃないかなと、思ってます。もちろん体も今鍛えてまして、おお仕上がってますよ、だいぶ。これやばいでしょ、これ。はい、だいぶ仕上がってますよ。はい、もう社交ダンス、もうこれさえ終わったら本当に社交ダンス、やってですね、もうどうしようかなと考えて、香港飛ばしてもスペインも直で行っちゃおうかなみたいな、いろいろ考えてます。やっぱラテンの血を入れて、こうエロさというか色気というか、こうとにかくラテンの血をこの湯浅家の家系ですね、唯一入れたいなと、思ってて、とにかくいろんなやりたいことがたくさんあります。ただ、こうやってですね、僕が毎日こう画面をに向かってですね、発信できるっていうのは、本当にこう綺麗事抜きに、皆さんの応援であったり、街中で声をかけてくださる方のですね、応援のもと成り立ってますんで、これからもですね、本当にこう世間知らずの生意気小僧なんですけど、私アレクサをどうか、見ていただけたらなと、思います。で本当に僕は全然こう知らないことばかりで、こうたまにこいつ何言ってんの、たまにてかほぼ毎回ですね、こいつ何言ってんのって思うことめちゃくちゃあると思うんですけど、もう本当にこう何かあればですね、ぜひシェアしていただきたいし、こうコメントもしていただけたらなと、思いますんで、はい、バッドボタンもいいねボタンももうどうでもいいんで、ぜひ皆さんの素直なですね、正直な気持ちをぶつけてくださったらすごく、嬉しいんで、僕もありのままをさらけ出しているように、皆さんもですね、もう何かあれば何でも、ご教授ください。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。204名の皆さん、今後ともよろしくお願いします。それでは、失礼します。